皆さんこんにちは。西本京子のうつほ物語講座155回目です。今回は新千円のもみじの画の6回目、涼しと中忠が断金のご褒美として素晴らしい褒章をいただいて、そのことを感謝して陰や帝と和歌を読み交わすという、そういった場面を読んでまいります。なお今回のサムネイルに使っている写真は恥富を挙げている女房です。この恥富というのは、この写真にありますように格子状になった戸に格子戸の裏側に板を貼り付けたものなんですけれども、このように上下に分かれているものを恥富と言ったり、あるいは単に恥富と言ったりもするんですね。そして恥富の場合にはこの上側のものを持ち上げて、そして奥の方をご覧いただくと分かるんですけれども、下側部分は取り外せるという、そういった形になっています。はい、対しましてこちらの右側の女房ですね、これは1枚だけでできている大きな仕富を持ち上げています。でこの大きな仕富は、建物のというか、柱の内側ですね、部屋の内側に、持ち上げて吊るすということになります。これに対して先ほどの恥富はと言いますと、この写真で分かるように、外側に上半分部分を持ち上げて吊るすというような形になるわけです。はい、では、資料はいつものように説明欄からダウンロードできますので、どうぞご利用ください。またこの講座で使用している本文は小学館新編日本古典文学全集のうつほ物語に依拠しております。はい、いつもでしたらこの後すぐに本文の読みに入るわけですが、今回は前回の動画の補足を少しだけしておきたいと思います。実は前回の動画をご覧くださった方から読解ということについてのアドバイスというか、そのお教えいただきました。お解ということについてお教えいただきました。このお解というのは一刻みずつではなくて、この異界をいくつか飛び越えて昇進していくことを言うんだそうです。私は前回の動画の中で2階級特進とか3階級特進みたいな形で特進という言葉を使ったんですけれども、平安時代の歴史を扱っている方面では奥解という言葉を使うようなんですね。ですから例えば十五位下から小五位下に飛びましたら、これは一つ抜かしているわけですよね。小5以上を抜かしているわけですので、これも奥解ですし、ありえない話ですけれども、もしも十五位下から、小2位まで上がったとしても、これも奥解というように言うわけですね。で、ご連絡というかお教えくださった方は、この奥解という言葉ではなくて、この奥解において、平安時代に慣例的に特定の異界が飛ばされる習慣があったということを教えくださったんですね。それは小五位上と小四位上という位はほぼ常に奥解される飛ばされる慣例だったということなんです。ですから小五位上、ここですね、もっと違う色で紫で書きますけれども、小5以上とそれから小4以上、これは全くなかったというわけではないんですけれども、ほぼこの位になることはなく、これを飛ばして例えば小5位下の人がいましたら、この小5以上は飛ばして10位下になるというような習慣があったんだ
そうです。それでという習慣がある場合に、例えば中忠などのようにいくつも昇進してしまった場合、いくつ飛んだっていうふうに数えればいいんでしょうねっていう、ご質問というよりは、それってどうなんでしょうねって話題を振ってくださったような、そういった感じだったわけなんですけれども、これちょっと面白いですよね。この小C上と小C、小5以上と小C以上というのは、どうして、じゃあ飛ばされたのかと言いますとですね、これおそらくこういうふうに、ね、歴史家の専門の方が、おっしゃっていることなんですけれども、小5以上というのは、C のすぐ下ですよね。で、ここに三儀という職があるんですけれども、この三儀というのは国政に参加することができる特別な職です。普通国政というのはこの儀と呼ばれる十三儀以上の人たちが会議を持って話し合って決定するんですけれども、十三儀よりも低いくらいであっても三儀という職になれたならば、この閣議に参加できるということになるわけですね。ただこれ赤い文字で示してありますけどね、大将とか中納言とか三儀とか、これはですね、赤い文字でこの表で記されているのは両家の官といって、で律令が定められた後に臨時にというかね、後から設置された職なんですね。なので三儀は律令制に、三儀の相当する位階は丸々位ですよというような定めがないんです。ただ慣例的に、この表の中では小C下だというように書いてありますけれども、実は小C下だけではなくて、だいたいこの C の範囲内ですね、 C の範囲内の人が三儀になれたらしいんですね。ということはこの小5位下の人は憧れの C、 三儀になれる C まであと2つなわけです。でもできればもうなりたいと思いますよね。この十五位上から小五位下に上がるのも、十五位上から小五位上に上がろうと思ったとして、二つ分上がることになりますけれども、これと、それから、この小五位下から十四位の下になるのとでは、かなり違うんですね。この5位と C の、小5位と C の間にとても大きな感覚差のようなものがありまして、非常にこの C に対する憧れというのが強かったのだろうと考えられるんですね。そうしますと、そういった貴族たちの望みを反映して、じゃあ小5位はせっかく小5位下まで来た人は小5位上を飛ばして、次に昇進するときにはもうこの小十四位に飛べるようにしてあげましょうというふうに考えたのが、この小5位上を飛ばす、追っ返するということだったらしいんです。で、同じようにですね、この小C上が飛ばされるのはなぜかと言いますと、ここにやっぱり深くて、広い川があると言いますか、なかなか越えがたい、ラインがあるんですね。ここ十三儀と小C というのは非常に大きな、差がある、部分でしてね、この十三儀以上ですと貴という上流貴族に入れるわけです。だけれどもこの小C上から十五位下まではこの部分というのは通貴といわれる、貴族、天上人ということになるわけなんですね。ですから小C下になった人、小C下になった人ですね、小C下になった人はこれは十三儀になりたいっていうふうに思うだろうなっていうことですね。
小、子、上がなければ、十三味まで、あと一息なのにというところなので、じゃあ、ご希望を叶えましょうということかどうかは知りませんけれども、そういった、期待というか、要望に応えて、小、子、上が、省略されるように、なったんじゃないかと、省略というか、追っかえされるようになったんじゃないかと、せっかく少子、下まで来たんだったらいいよと、じゃあ次には十三味にしてあげるねということになったんじゃないかというようなことが、考えられているようです。で、こういった、小、五位、上と、それから、小四上が追っかえされるということになりますと、中田の場合はいくつ飛んでいるのかというようなことになるんですね。中田はもともとは侍従でした。侍従ということは十五位だった、十五位下ぐらいだったわけですね。それが今回、中将になりましたと。で、中将はどこかというとここですね。十四下に相当する中将という、この絵の中将という職に就いたんですけれども、でも、いただいた位階は小五位ですから、おそらくこの小五位下のところにいるわけですね。小、四、上は追っかえされますのでね。そうしますとですね、この、どうしようかな。ここから、小四下まで上がっているということになって、なおかつ小五位上は、慣例的に、流例として追っかえされるということになるわけですよね。そうすると数えるときに一体いくつ飛んでいるんだろうと、1個、2個、1個、2個、3個、4個、5個目だよというように数えるのか、それともこの小5以上も足して、いやいやと、6個飛びましたよというふうに数えるのか、どっちかなというような感じですね。ちょっとこれはもうもちろん答えが私ごときが出せるような問題ではないんですけれども、ただ、このこういった話題をくださった方が、論文、とある私学関係の論文も PDF で送ってくださいまして、その論文によると、でも小四上と小五位下は、小五位上は全く、この異界になった人がいないというわけではなくて、ごくまれにいろいろとケースは違うらしいんですけれども、さまざまな事情からこの異界になる人も、たまにいたらしいんですね。そういうことになりますと、数えてもいいのかなっていう気もするんですけれども、どうなんでしょうね。これは、もしも、ご存知の方がいらっしゃいましたら、コメント欄などでお教えいただけますと、嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。はい。では本文を読んでまいります。先ほどもちょっとお話ししましたように、鈴氏と中忠は素晴らしい断金をして天人降臨を招いたご褒美として、共に小四この絵の中将になりまして、しかも鈴氏には当宮、中忠には朱雀亭の女一宮を与えるという、そういった宣示をいただいたわけですね。それで鈴氏と中忠はそのお礼の拝部をするというのが、この場面となります。鈴氏中忠崩れ落ちて拝部す、また鈴氏中忠が生きお前にてたもう、帝中忠が息の上に書かせたもう。松風氏、各吹き穂さば紫の深き色をばまたも染めてん。中忠、紫に染むる衣の色深み、干すべき風のぬるきをぞ思う。鈴氏が息に陰の帝書かせたもう。秋
秋深み、野辺の草葉は追い濡れど、若紫を今は頼まん。涼し、盛り谷、花の口葉の梅雨をこそ、今日紫の色は染めけれ。種松が息に、左大臣。竜田姫、もみじの傘を縫うことは、ひときある松を梅雨にあえとぞ。種松、佐保山の緑の峰に隠れたる、松の陰にも今は入りぬる。など聞こえて、涼し中田だ、降りてハイブス、ぶとうすですね。種松、すなわち上ゆるさる。千字下りてもう登りぬ。はい、では本文に入りたいと思います。先ほどお話ししましたように、涼しと中忠は、非常に素晴らしい金の演奏を披露して、その結果、天人の降臨という奇跡を招きましたので、そのご褒美として、小C の位と、それから近衛の中将という、官職をいただいたわけですね。で、それだけではなくて、涼しには当て宮、中忠には朱雀亭の女一の宮を妻として与えるという、勅命が下ったわけです。それで涼しと中忠は、この破格のご褒美が与えられたことを受けて、お礼の、仕草、拝舞をするという、そういった場面となります。涼し中忠、崩れ落ちて舞踏すと。ということで、この崩れ落ちるというのは、よく現代ですと、あまりの落胆で膝から崩れ落ちるなんていうふうに言いますけれども、この場合には建物のね、天井に、天井っていうかその建物に上がっていた2人は、庭へと、急いで降りてという意味合いですね。お礼をしようということで、急いで降りて、そして庭で舞踏、拝舞の仕草をしたということになります。また、涼し中忠が息、お前にて保うということで、この息というのは、異界を授けるときに発行される、公文書ということになりますね。で、ここは、帝の、独断で、ですね、帝の判断によって特別にいくつも億回した高い位をいただいたということになりますが、この勅使によって位が授けられる場合には勅授息という息が与えられるんだそうです。ですのでここはそれということになりますね。で、その息を中忠たちは、お前にて保うということで、帝の目の前でいただいたということになります。そして、帝中忠が息の上に書かせ保うということで、息というのは一枚の、ピラッとした紙なんですけれども、そこに、誰をどんな位に叙するとか、それから、それが、誰の裁定によるものかとか、例えばここでしたら帝の裁定によって、こういった位が与えられると。で、私たちも承認しましたということで、大臣などの署名も書き加えられると。そういったような、形に、書かれている、一枚の紙なんですけれども、その署名などが書かれている上の方に帝が直接、お歌を書きつけたということになりますね。で、そのお歌はといいますと、松風氏各吹き穂葉紫の深き色をばまたも染めてんという歌でした。この松風氏のところは、氏というのは、脅威の副助詞ですね。強調している、言葉です。そして、松風というのは、これまでも何度か触れてきましたように、金の音色、琴類の音色を言うわけです。ですからここは中忠の断金の音色を指すわけですね。そして紫の深き色というのは、衣の色を指しています。
で、どういうことかと言いますと、この語句のところをご覧いただきたいんですけれども、律令制の衣服制度では、異界によって上着、一番上に着る、衣装ですね、この色を区別するということになります。位によって着用できる色が決まっているんですね、公の場で。で、このようにすることによって、肝心たちの身分が一目で分かるように可視化されていたわけです。で、この官位によって定められた色の法を衣法というように言います。この法というのが一番上に着る上着のことなんですね。で、異界ごとに定められた色を陶磁器というように言うわけです。ですから中忠が、いただいた色は、紫色ということになるわけなんですね。で、この陶磁器は時代によってかなり変化しています。で、この場面を参照しますと、宇津穂物語の頃には1位から3位が、深紫、 C 位が浅い紫色、5位は、深い赤色だったということになるかと思われます。で、帝の、お歌の意味は、もしも、そなたがもう一度、断金をしたならば、今浅紫である、そなたの、異界を、もう一つ上げて、深い紫色の、鳳を着る異界に、染め変えようと思うというような意味の歌を読んでいるわけです。で、こうした歌をいただいた中忠は、紫に染むる衣の色深み、干すべき風のぬるきをぞ思うというように変化しました。この意味は、紫に染めていただいた、その、衣の色があまりに深いので、干すべき風と呼ばれている自分の断金の、腕前ですね、自分の断金の音色が、十分ではないのではというふうに思いますと、過分な、昇進をいただきましたというふうな言い方をしているわけですね。紫に染めてある衣の色が深いのでというのは、この場合には、中忠の実際の、昇進下の、衣の色は浅紫と思われるんですけれども、それが深いと言っているのは、本来というかもともと5位だったところを、5つ6つ折換して紫色になっているわけですから、たとえ薄い紫色でも中忠にとっては深い色だと、破格の待遇だっていうふうに思われるから、このような読み方をしているということになります。はい、で続いて、今度は鈴氏が息をいただきます。で、鈴氏の息には、帝の時と、中忠の時と同じように、佐賀の院、お父さんの佐賀の院が、歌を上の方に書きつけてくれたと言います。で、どのような歌かと言いますと、秋深み延べの草葉は追いぬれど、若紫を今は頼まんという歌でした。で、この延べの草葉というのは、嵯峨の院が自分自身のことを言っている言葉です。ですから意味としましては、秋が深まったので延べの草葉が、枯れてしまうように私も、老いてしまったけれども、でも若紫を今は頼まんということで、今は若紫を頼りにしようと思うというふうに読んでいるわけですね。で、この若紫というのは、今回浅紫色の方を、着るべき、小C に、除された鈴氏のことを指しているわけです。で、鈴氏はこの時、21歳なんですけれども、ようやく、これまではね、地方にいましたので、律令官人として、
一回をいただいて、そして、一人のね、成人した貴族として、まあ、天皇朝廷にお仕えするという立場ではなかったわけですね。ですけれども、今回、このように、まあ、叙位されて、まあ、一人前に出身したわけですので、そのことを喜んで、まあ、一人前になったばかりの、あなたをこれからは頼りにするよと、貴族社会に、参画するようになったあなたを頼りにしようと思うというように読んだということになるかと思います。これに対して鈴氏は、盛り谷、花の口葉の梅雨をこそ、今日紫の色は染めけれというふうに読みます。これは、盛りの、花盛りの頃ですら、私は、花の影の、朽ちた葉っぱのような、まあ、取りに足らない、実ですというふうに卑下しているわけですね。花の口葉というのは、鈴氏が自分を卑下していっている言葉です。だけれども、そんな私を、梅雨が紫色に染めてくれましたと言っているんですけれども、この梅雨というのは朱雀堤の御嶽ですね。何しろ勅授による、まあ、少女ですのでね、それで、帝の御嶽によって、今日、紫の衣を着る異界をいただきました、一人前にしていただきましたというように、まあ、返しているということになります。はい。で、最後は種松です。種松も息をいただいたんですが、この種松の息には左大臣の源末明が、まあ、和歌を書きつけてくれました。その和歌はと言いますと、竜田姫、もみじの傘を縫うことは、ひときある松を梅雨にあえとぞという、そういった歌だったわけですね。この竜田姫というのは、まあ、有名ですが、竜田山の女神様です。秋を司る神様で、木々をもみじに染めるというようにされていたわけですね。ですから、竜田姫が山々をもみじ色、山々の木々の葉を赤く染めたと、でそれをもみじの傘を縫うというように言っているわけです。で、そのようにしたのはなぜかというと、ひときある松を梅雨にあえとぞということで、一本いる、ただ一本の松を梅雨に合わせようと、帝の御嶽に合わせようというふうに思ったからだったのですねということを言っているんですけれども、ここでなぜもみじの傘なのかというと、種松のことをこの時にひときある松と言っているのは別に種松が松という名前を持っているからではないわけですね。種松は当時紀伊の国の上で十七位上総統の官職にいました。ということは、種松の陶磁器というのは後でちょっと一覧をご覧に入れますが深緑だったわけです。まさしく松の色ですね。だけれどもこのもみじの傘は赤ですよね。でこの度種松は十五位下に除されたわけなんですけれども、この十五位下の、まあ、陶磁器というのが、黄色なわけです、赤色なわけですね。ですから、深み緑色の方を、着る、着ていた種松を、まあ、赤い色を、着るようにしてあげるために竜田姫が、もみじを染めたのですねというように言っているということになります。でこれに対して種松は、まあ、竜田姫に対して、まあ、佐保山を出しているわけですね。この佐保山というのは春の女神である、佐保姫という、神様が、いると言われている山です。で、種松が読んだ歌は佐保山の緑の峰に隠れたる松の陰にも今は入りぬるという歌でした。で、この歌はと言いますと、佐保山の緑の峰というのは、春の女神がいらっしゃる、まあ、春の頃というのは、青々と、まあ、
草木が茂っているわけですよね。そういった緑、山の緑、春の山の緑に隠れて、全く、見えなくなってしまっていた緑色の松ですね。松である自分も、今は、ようやく、貴族の仲間入りができましたというような、意味合いの歌を、返しましたということになります。ただ、この入りぬるという、部分なんですけど、歌の最後の部分ですね。これはですね、この元になっている写本、定本では、この部分は脱落していて、言葉が入っていないんですね。で、入りぬるというのは、翻刻した、活字に起こした人たちが補った部分ということになりますので、ですから本当は松の陰にも今はなんちゃらなわけですね。ですからここでは、新編日本古典文学全集の本文に入りぬるとあるのに従って歌を解釈しているということになります。はい、で、種松はこのような返事を返しました。そして涼し中忠下り手舞踏すということで、涼しと中忠はまた一回ね、異界をいただくため、息をいただくために天井に上がったんですけれども、またそのお礼として庭に降りて拝舞するということになります。そして種松すなわち上許さるという、この上許さるというのは正殿を許されたということですね。正殿を許されるのは十五位下からですので、ですから小六位上と十五位下の間にも非常に大きな溝があるということになるんですけれども、でも種松は無事にその境を越えて晴れて天上人の天上を許される資格を得たわけですね。そして実際に天井を許していただいた、正殿を許していただいたということになります。そして煎じ下り手ということで、この種松の正殿を許すという煎じ、天皇のお許しが出まして、そしてもうのぼりぬということで、その煎じを得て種松はこの正殿したということになるわけです。はい、では注釈に移ります。今日の注釈としては、異邦の陶磁器についてお話したいと思います。異邦の色というのは、実はこれは時代によってかなり変化しているようなんですね。養老寮の衣服寮という定めにおいては、次のように決められていました。1位の人は深紫色。2位と3位は浅い紫色。それでもやっぱり2位よりは3位の方が一層浅い紫色だったみたいですね。それから C は深い黄色、赤ですね。そして5位は浅日ということで浅い薄い赤色。そして6位になると深緑。7位は浅緑ということで薄い緑色。そして8位は深花田ということで、花田というのはちょっとグレーがかった水色ですね。そしてソイ、これは浅花田ということで薄い花田色ということになります。で、こんな風に定められていて、平安初期にはどうやらこの規定は守られていたようなんですね。でも平安後期になりますとかなりの変化が起きていまして、 C 以上は全部黒ということになりました。そして5位は黄色、赤ですね。そして6位以下は全部花田色というように単純化されているわけですね。で、辞書や辞典を調べてみますと、平安時代の陶磁器として指摘されているのはほぼ、この平安初期の、養老寮の定め通りの、陶磁器と、それから時代が下ると平安時代の後期の頃には、こういった単純な色合いになりましたよという、この2種類が、出ているんですね。
で他の、まあ、このここまで移る途中で、一気に移ったのではなくて、だんだんこのように変化していったと思われるんですけれども、その変化の過程の段階については、まあ、辞書や辞典類では、まあ、指摘されていないわけです。でも、今回の場面によりますと、うつほ物語のこの場面では、三味以上は深紫らしい。そして四位は浅い、薄い紫色らしい。そして五位は赤色、もみじ色らしい。そして七位は松の緑色らしい。ですから、おそらく濃い緑ですね。まあ、こんな風なことがわかるわけです。そうなってきますと、例えば3位、4位で比べてみましても、養老寮ですと、3位は浅い紫で、4位は濃い赤色。これに対して平安後期には、4位以上は全部黒。で、3位は、うつほ物語では3位は深い紫であると。浅い紫ではなくて深い紫であると。そして、4位は浅い紫とされているのに対して養老寮では C は深い赤であるという、そのように書かれていて、おや違うぞということになるわけですね。はい。でこちらは陶磁器の時代的な移り変わりを一覧にした表なんですけれども、これを見ますと、まあ、平安前期は2種類ありますね。大同というのは後任のちょっと前なんですけれども、大同の方が古いです。で、この時期には各位で、まあ、カラフルに陶磁器が分かれているわけですね。ただこの大同期と後任期の違いはと言いますと、ここの部分ですね。まあ、1位が、まあ、大同期ですと1位が濃い紫で、そして2位と3位は浅い紫なわけです。これに対してちょっと後の後任期になりますと、この3味以上は全部濃い紫というようになっているわけですね。そして摂関期に入りますと、もう C 以上は全部黒というようなことになります。そしてうつほ物語のこの場面では三味は深い紫色だというふうに書かれているんですね。で、まあ、ちなみに例えば七位は緑なんですけれども、これは合っていますね。どっちも、まあ、大同も公認も合っていますし、それから五位が赤だというのも、まあ、ここですので、薄い赤ですけれども合っています。ただ C が、まあ、薄い紫色だっていうのがちょっと違うわけですね。この大同も公認もどちらも C は濃い赤色なわけですので、ちょっと違うなということになるわけです。でも三味が深い紫色だということですので、うつほ物語では。そうなってくると大同期よりは後任期に近いということになるわけですね。でも後任というのはもう本当に平安初期ですので、10世紀の終わりぐらいのうつほ物語まあ、成立期までにかなり間があります。ですので、その間にどんな移り変わりをしているのか、うつほ物語が適当に書いているのか、それともうつほ物語が書かれた時代の陶磁器にのっとってうつほ物語も語っているのかがよくわからないということになります。はい。でも室木秀幸先生によりますと、まあ、うつほ物語はちゃんと、まあ、うつほ物語の時代の、まあ陶磁器にのっとって語っているようだよということを指摘なさっているんですね。室木先生によりますと、この部分というのはうつほ物語ができた年代の年代を推定する決め手になっている部分だというふうにおっしゃっています。で、これは角川ソフィア文庫のうつほ物語第2巻の、まあ
421ページの脚注に書かれていることなんですけれども、室木さんは次の五線集の歌を挙げていらっしゃるんですね。読んでみましょう。諸明阿孫、中納言になりはべりけるとき、法を使わすとて。ということで、成明という人が藤原の、諸明、藤原の諸明という人が中納言になった時に、法をお送りすると、送るということで読んだ歌ということで、歌を読んだのは、藤原の諸助ですね。で、歌はと言いますと、思いきや君が衣を脱ぎ替えて濃き紫の色を金とはということで、あなたが、今更というかね、これ結構もうこの諸明さんは結構、当時としては年齢が上なんですね。ですから、今更あなたが、昇進して、濃い紫色を、着るようになるとは、誰が思ったでしょうと、思いがけぬ、喜びですねというような歌を読んで、そしてこのその濃い紫色の法を送ったという、そういったことですね。で、この藤原の諸明という人は権中納言、これは寿山見相当の官職なんですけれども、寿山見相当の中納言になっているんですね。そして彼がこの官職になったのは天暦5年です。951年なんですね。ということは、951年当時には少なくとも三味の陶磁器は 深紫色だったということがわかるわけです。で、これは、宇津穂物語で、今は、小子下だけれども、だから浅い色だけれども、でも、もう一度、素晴らしい金の音色を聞かせてくれたら、もっと濃い紫色の、装束にしてあげるよと、もっと位階を上げてあげるよと。しかも、中忠が今小子上で、小子下で、そして小子上は、億階になってますのでね、ですので飛ばすことに慣例的になっていますので、次に中忠が昇進するとしたら必ず三味以上になるわけです。で、その色として濃い紫を言っているわけですね。紫の深き色というように朱雀亭は歌の中で読んでいるわけです。ですから宇津穂物語は少なくとも951年当時の複製をどうも反映しているようだなということがわかるわけですね。でも先ほど見ましたように、まだこの五位の色がね、五位の色じゃないですね、C の色がですね、宇津穂物語では薄い紫のようだけれども、先ほど見ました、平安初期の色ですと赤なわけですね。ですから、その三味は深紫だけれども、C は赤だった段階というのから、徐々に三味は深紫のままで、そして C の、黄色が、だんだん薄紫になってきた時期というのがあって、宇津穂物語はそれを反映してるんじゃないかというふうに考えられるわけですけれども、でもまだこの段階ですと、この五線集の歌からは、三味の色が深紫で宇津穂物語と一緒だということしかわからないですね。この五線集の、ですからその諸明の時に、じゃあ C も赤だったのかと、C も薄紫だったのか、宇津穂と同じ薄紫だったのかっていうことは、ちょっとまだわからないということになります。はい、では本日の動画は以上となります。ご覧いただきありがとうございました。ちょっと私も、混乱してしまって、上手に説明できなかったと思います。申し訳ありません。あと、重ねてのお詫びなんですけれども、先週もちょっとお話ししましたが、来週の動画は1回分お休みさせていただきたいと思います。どうぞ、ご了承くださいませ。
そして、その次の週ですね、次回の、動画は神泉苑のもみじの画の7回目、嵯峨の院に問われて鈴氏が自分の金の由来を語るという、重要な場面ということになります。はい、ようやく涼しくなってきて、ほっといたしました。昨日今日は、とても気持ちのいい、お天気ですね。ですので、気持ちのいい秋晴れの、コスモス畑の写真を、今回は、使ってみました。それではまた。